Hey, what's up? English p a パートナーズのレイニーです。ネイティブドン引き、ファイト、えー。よく皆さん応援するときに、頑張ってとか、ファイトーとか言ったりしますよね。そう、でもこれ、同じようなニュアンスで何か応援したいときに外国人に、ファイトファイトファイトゴーファイトなんて言うと、 って、ドン引きされてしまうかもしれません。なぜなら、fight は戦うとか喧嘩という意味があるので、go fight というと、喧嘩してこいみたいなニュアンスになっちゃうんです。それって引いちゃいますよね。じゃあ、例えばスポーツバーとかで一緒に何か観戦してて応援したい時に何を言えばいいかというと、go for it とか、あとは you can make it, you can do it などがあります。えー、ネイティブ、ドン引き、fight it. 頑張ってという意味で使いたければ Go for it! 会いに行く英会話スクール、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンも始めました。